大丈夫。どうせ死ぬあいてるーおおおお人が倒れてるうわー上になんかある鍵ああやった気持ち悪 <laughs> <laughs> 気持ち悪 <laughs> なそこんなデザインの鍵誰が買うんだろう ハロウィンや。こんなん、ハロウィンじゃないとこんなん渡されてさ、えってなる、うん、ちょっと人がえぐられて。セーブ、そうだよ、セーブだよ、1つ。いろいろやったけん、セーブしとかなあかんところだったのには、これ読んだらフラグが立つと考えて、先にセーブをしておくパターンのやつ。まだ音、おっと待って、せーちょっと、ちょっと、イベント進めないでください。 男の人、イベント進めないでください。俺、ただセーブしに来ただけなんです。<laughs> やめてください。フラグが当たったとは扱いで進めないでください。だったらさっきのメッセージ読んどけはよかったってなってしまいます。やめてください。あ、そっか。鍵拾ってしまったげんか。これか。鍵拾ってしまったげんか。もうやばい。追いかけてくるぞ。セーブしないで追いかけてくるぞ。雲の鍵を渡した。なるほど。すぐに試してみよう。さっきにセーブさせてください。 あそ,うそうそうそう、ゆいちゃんよく言った。ゆいちゃんよく言った。セーブだよ。先にセーブをしてください。<laughs> 待ってください。その前に、もうその前に聞いておきたいことが、もう一つだけ。鍵の近く、えー、っと、鍵の近くで人が死んでいました。それも、昨日、今日の出来事じゃない。ここで、一体何が起きたんですか、起こったんですかお姉ちゃんは、何かを知っていたんですか 俺も同じことを尋ねたんだ何のためにここを調べるのかそうしたらこの館では秘密裏に実験え人体実験が行われていて失踪した人たちはその実験に利用されている恐れがあるそう言われたあったななんか人の体型とかのメモがじ人体実験だったらなんか体のあれこれとか 適性があるけん、そういうメモととてもおかしくないな。俺も記者の端くれ。桜子さんにしてはつまらないネタをつかんだと思ったが。ひび入ったよ。ひび入ったよ。桜子さんの読みは当たっているのかもしれない。すべては、あの化け物を生み出すための計画だとしたら。ああ、あららららら。あらららら。あららら,ら,ら皆さん。 気づいたかもしれませんが、この男、もうすぐ死にます。コメントでさ、ちょっと、黙との字を見てくださいね、コメントで。コ,コメントで黙との字を見てくださいね。<laughs> とにかく、何かお恐ろしいことが起こっている。早く、桜さんを助けないと。まずい。す、う、で、ん、に、あなたの後ろで今、恐ろしいことが起こってますけどね。こうなったら、俺が事件の真相を突き止めてやる。はい、それ無理。 そうすれば、おいだって。来るぞ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 来た来たけど違うやつ来た思うとったやつと違うやつ来た <laughs> 思うとったやつと違うやつ来た <laughs> <laughs> なんなんなんでこれ来たん <laughs> おのおにじゃないやつ来た <laughs> おのおりじゃないやつ来たじゃないか <laughs> おのおりはおのおりどこ行った <laughs> やつらとは言うたけど、おのおりがたくさんおるかと思ったから、おのおりとは違うやつもおるってことだな。<laughs> わあ。た、助けゆいちゃん木刀ひさあ逃げるか。いやぁ 逃げんでいいんかい <laughs>。<laughs> 何その裏切り <laughs>。男が死んだだけだった。死んでる本当にまだ暖かい。柿は持っていくね。やめて。コメントでもあったけどさ、持ってるから、これ持ってるからっていう。なんかそんな気がするな、確かに。怖っ。 ほんまに持っていったい,いんこれ一体何がよし気を取り直してさっきのメモを見に行こうメモどこやこれか出勤ヤツが追ってくる前に大達はここにこもることにした先輩に痛み込んで外側からえっ、ー、と扉を封鎖してもらったしこれで奴も入ってこれないんだろう入ってきたやん <laughs> <laughs> 入ってきてるやんこれ ここに残ったのは、俺の他に、信頼できる同僚、同期が、一名。互いに監視し合い、どちらかに異変が起こったときは、残ったもう一、もう片方がきちんと始末すると約束した。奴と同じになるくらいなら、こいつの手で殺された方が、ずっとましだ。しかし、そう約束した、親愛なるバディの息が、席から随分と荒い。まさか、とは思う。その時が来たとき、俺は、 こいつを殺せるだろうかなにこれ異変殺す一体ここで何がでその異変が起こったやつに殺されてしまったっていうそんな展開だろうかこれ肉がえぐられているって明らかにその人間がやった行為じゃないもんなこのだけ荒らせるのも人間の仕業ではないだろう だからと言って、妖怪ウォッチみたいに妖怪の仕事とかいそういう問題ではないはず。ま、あ、何にせよ、出勤見えたし、この男は死んだし、この鍵を使ってここから出ましょう。オープン鍵を開けた。え鍵の血、文字ちょっと見てみるか。どれどれ 壁の G って言おうかね。どこやったっけこれかうわ、ほんまじゃ !G に見えるる権利がある深い。失敗してもまた立ち上がればいいんだよ。人間だもの。深いわ。こんな怖いゲームで深い話言葉に出会えるとは思えんかった。よし。ノット また誰か殺された音してる。ぐしゃ、う、う、誰したいかまさに今殺されたみたいなタイミングじゃないここ、風ていたんか怖いようなんか通ってきた。上おるやまさに上おるやん。 タンスタンスタンスはどこよタンスないタンスないタイアンス戻ってちょっと場所を確認しとくかああーここわあこの建物に入ってすぐに右にある逃げ込んですぐに右に入れってこそんな言うことを言ってるような気がしてならんおお毎度毎度出てくるんこれにして化け物みたいな巨大雲が目の前で焼き殺された 今度は働くことになった例の施設のことだ用済みの個体は全てそうして処理するのだというどうやら緊急は難航中らしい注射後およそ10分で雲は激しく暴れ肉体がみるみる肥大化したなんて思うんですか筋肥大の症状はに人体でも確認できるが 生物によってこういうほどの差異があるとは研究を重ねれば将来的には全く新しい生命を生み出すことも可能だろうキメラ使ってんのか研究一体ここで何が取りすぎていいんかなこれ開いてくださいねあスルーできたあスルーできたわなんか取っちゃった布がまかれた棒 剣道の先の、剣道の市内の先の部分みたいな感じのがあるな。なんなんこれ油の匂い。火、え聖火ランナーの火みたいな感じのがあるん。はい、割れた。場所は通うでもいいんかい。うわーなんかさらに違うやつ出てきたよ、今。さらに違うやつ目だよ。蜘蛛の巣。 クモの巣をいやだってくものさ人おるよここの巣の主おるよいけーあやめてそう言われたらやめたくないセーブセーブおお <laughs> マイゴー逆にゆいちゃんなんでさ <laughs> 狙われんのかなイ能せンゾウってい,いなうんんかまだ変なやつおるし ノータッチ謎のノータッチをきみこまえている謎のノータッチをきみこまえているおい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 へいへいおいほいおいへいへいへいおい何だ <laughs> <laughs> このゲームおあ真っ赤だじゃあ入るかゴーあらまぁあらまぁ来たった いやさっきの逃げるぞあれ逃げる余地なかった <laughs> あれ逃げる余地なかったんやあ,あそうかさっきのこの圧つ火つけてきてるさこれこいつ燃や,燃やそう燃やそう燃やそうあからサブリあいつ火つけていたわ わ、あいつ、死んだとはいい役に立ってくれてるんじゃないの。やったーやったーやりましたみなさん。ああ、やりました。あの雲に一泡吹かせる時間がやってまいりました。なんか出てきた, <laughs> やた。やったぜやったぜちょっと待ってね。直接は無理。直接は無理って言うと思うからな。直接でなければいいんですよ。燃えろ。ファイヤー。 まあ、みそ汗、なんか道くさいだ。し死んだオッケー。素晴らしい。おお、また不気味なもんあるわー。まーだ不気味なものはあるわー。<笑><笑><笑>んまたこういう音が。 ましたね不気味な絵画あら倒しちゃった <laughs> あららあれはお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん連れ去られてるになになにあっえっおあらあら <laughs> 無意味なセッしてるなこのゲームよっしゃ入るぞお姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん鍵がかかってるわまた鍵かおおよこれ砂のに開いてくれたやったぜ研究室休館の研究室自分がもしここに来たら最初にクローズ入るえーっと 中は空っぽ何かがよおとしてるうわ、ん、なんか開いてるなんか開いてるいやちょっと待ってなんか開いててましたけど入り口これはまさかこれがしずさんが言ってた人体実験の記録一体何をよまさか今頃お姉ちゃんも実験台に 開いたように見えたんやけどな。おうん。まあいいや。医療機器とかいろいろあったり、ベッドが血まみれたったり。本があったら、あ、メモこれこれこれ。あ、セーブセーブそれこういうンはセーブなんじゃ。これセーブな。覚えときます。ああ、怖開いてないですね。大丈夫ですね。オッケー。 オッケー g ーわあ、もうさ、そんな音波を振る前にさ、人の命を何だと思ってるん人の命何だと思ってるお母さんがお腹痛めて産んだ人の命を何だと思ってるここは。この建物は。 人の命っていうのも,もうちょい大切ですからなんかやばい鍵出てきたこの,この建物の鍵さもうちょいさポップラ感じでいこうよもう役者みいな鍵ばっかりるね電気ついたやばい気がするわな何わ<ー>わーわーわーわわ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 わ

逃げますよ。うおなにーん何,何,何が起きてるんいやん開けはい開けはい開けはい開けあいったんは。まだ来るあっダメだ,だこっちああ、入れた鍵あるわ。ああ、入たギリギリギリ。ギリままだ追いがいくるん道が分からんのにあああいけたわよかったあーちょっとあんまよくなさそうな感じの開き方してるねこれちょっと急いだ方が良さそう逃げたここか やったーよかったああ精神的に参っちゃうよね部屋の中にあいつの気配がする見つかったら死ぬ死を生きてきた瞬間恐怖の記憶が全面に蘇る恐怖に身を震わせながら 暗闇の中、ひたくすら息を潜めた。それから、どれくらい経っただろうか。気づけば、あたりは静かになっていた。化け物の気配も消えている。私は勇気を振り絞り、目の前の扉を開けた。めっちゃくちゃになってる。めっちゃくちゃになってる。 帰れなくなってるまた別の建物早く見つけないとお姉ちゃんがこれは間違いないお姉ちゃんの手帳だ桜子の取材記録相次ぐ失踪事件行方不明者の傾向子供旅行者不老者 この館の付近で目、えっ、ー、と、不明者の目撃証言足す。彼が関与している行方不明者の傾向が、こんな感じ。なえこの内容、彼ってそれに、どうして手帳がこんなところに誰かがここに置いたんだ。きっと、お姉ちゃんが。ああ、怖い。そうか、お姉ちゃんには仲間がいた。 一緒に調査してた仲間、世間男の人じゃないのだから、自分の行き先を示す手がかりとして、皇帝をここに置いたんだ。なぜここに置いたんだろうそれに、いつ置いたのか。それによって、個性が変わってくる。私は、全身権を集中させた、やめ、一休さんみたいな感じじゃ。一休さんのインスピレーションだよ、お前。考えるんだ、お姉ちゃんのために、私自身のために。 ああなんか、推理物に入ってきた。なんか、<laughs> レイトン教授的な感じの展開になきって,きてる <laughs>。あの時、あの化け物は、お姉ちゃんを担いで、どこへ向かってた。行き先は、多分ここ建物。なぜ、お姉ちゃんをわざわざ運んだんだろう。お姉ちゃんは、まだ生きてるみたいだし。もしかして、お土地が介入して、何かを邪魔立てするのを避けたかったから 私、邪魔されたくなかった何かそれはきっとえ改造手術するの食事、食事 <laughs> いいやー妹さんが来たんだから一緒に食べようよってなってくれるやんかん。ふかまごにやってそれぐらいの寛容性あるよ。あ妹さんなのじゃあ、一緒に食べていこうよみたいな感じで言うてくれるかもしれんやん食事、い,いえ。 ただ食べるだけなならわわざわざ生きたまま運ぶ必要はないはいずあ、食事ってそういうことで食事ってお姉さんを食べるっていう意味の食事か<笑>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 あ二人でお食事するんですみたいな感じなかったじ、ね、<laughs> <laughs> そんなわけないかそりゃそんなわけないかそう食べるだけなら何もわざわざ運ぶ必要はないんだつまり目的にはもっと手間のかかる何か さっきの建物ではできないようなこと例えば人体実験さっきの建物はどう見ても古かっただからちゃんとした設備のある場所に運んだきっとそうだその前に見つけなきゃ邪魔が入っちゃ困る実験きっと時間もかかる準備もいるかもしれないでも一見この建物はただの古い洋館 そして、人体実験は秘密裏に行われていただとしたら実験に使う施設はきっと実験に使う施設はきっと隠されたか厳重というよりは隠されたって言った方がいいんかなさっきのシャッターも壁紙そっくりに偽装されていたあそう言われたらそうか偽装できなかったと思います てか、偽装するんだったらレバー隠せ。<laughs> レバーでわかるんじゃん、お前。<laughs> 偽装する気があるなら、レバーを隠しなさい、お前。<laughs> この屋敷、この屋敷、外見は普通なのに、中はまるで要塞か迷路みたいに入り組んでる。私が気づいていない隠された設備があるのかもしれない。そう、この館にはまだ秘密がある。実験に使う設備も、 どっかに隠されているんだつまりお姉ちゃんが手帳をここに残したのは隠された秘密の部屋の存在を教えるためうわあなんて推理力わっよく見たらこの結婚石像の下まで続いている <laughs> わっそこまで注目してるんじゃ推理力が高いぞ平成のホームズならぬ 令和のホームになりそうだなそれにこの壁についた傷跡まさかもしかしてお姉ちゃんが運ばれたのは選択肢一つしかないですけどね <laughs> 令和の名探偵桜井結衣 <laughs> そうきっとこの像の奥 でも、こんな大きなはずを簡単に動かせるはずがない。いや、できそうですよ。あの、釜鬼だったらできそうですよ。小野鬼か。釜鬼ってさっきが言うけど、小野鬼をね、よう考えたら。<laughs> あれ俺、いつから釜鬼って読みよったっけな、俺。なんか、もうタイトルいいし思いっきり間違い始めてきてるような気がするんやけど。<laughs> 今さら、動かすための仕掛けがあるはず。 きっとそれがこの手帳のあった台座なんだ。ありがとうお姉ちゃん。すぐ助けに行くからね。どういう仕掛けかわからないけど、きっと解き明か,かしてみせる。待っててお姉ちゃん。実際のなにかけて。